まずは先週アウェーで行われたリーグ戦第15節横浜 F マリノス戦。前半8分、左サイドをドリブル突破され序盤に先制点を与えてしまいます。その後アビスパもコーナーキックからチャンスを作りますが、ゴールにはつながらず、後半終了間際にはウェリントンのシュートが決まりますが、オフサイドの判定、悔しい結果となってしまいました。そして今週のアビスパ特集は、ゴールまだ取れてないけどやっぱりリオが、前選手、まあ、チームの心臓なんで茂美選手、はい、茂美くんですかね。今シーズンの前半戦で活躍したと思う選手をサポーターや関係者など111人にアンケート、トップ5を発表します。まずは第5位、スピード感と裏抜けとゴールへの感覚でしょうね。鶴野選手ですかね。福岡大学から新加入したルーキー、パリオリンピック日本代表候補の鶴野玲樹選手。抜群のスピードとゴールへの嗅覚を兼ね備え、今シーズンは途中出場が多い中でも3ゴールを記録。途中から入ってきてめちゃくちゃ流れ変えてくれてるし、決定力とかすごいあると思うんで、ゴールはいっぱい決めてほしいですし、ジョゴ選手みたいに背負って立つ存在になってほしいなと思ってます。続いて第4位は、全部の試合出てるかな、ほとんどの試合出てて、でキャプテンやってて、前半戦だと奈良。今シーズンからチームをまとめる新キャプテン、ディフェンスの要、奈良達樹選手。神戸戦で見せた顔面ブロックなど、ガッツあふれるプレーでアビスパの守備を統率。チームまとめてくれてて、この順位にもなってるし、奈良選手がとっても活躍してると思います。残るトップ3は番組の後半で発表します。今日は春日公園に来ています。今日初めての女子サッカーの取材ということで、なんと詳しい方に来ていただいております。よろしくお願いします。どうもこんにちは、田中美希と申します。はい、よろしくお願いします。今回お越しいただいたのは、女子サッカーチーム福岡 J アンクラスを知り尽くした森田美希さん。スタジアム DJ をするなどアンクラス博士と言っても過言ではない深い関わりを持った方なんです。そもそもそのアンクラスっていうのはどういったチームなんですか？もともとは福岡女学院の中学高校のサッカー部からスタートしたんですよ。で見てください、高木さん、はい、このエンブレムなんですが、はい、これアンクラスのエンブレムなんですが、福岡女学院のセーラー服の胸にこの怒りのマークがついてるんですよ。福岡女学院の J が福岡 J アンクラスの J になってるんですね。でそこからクラブチームに独立して、で今はなでしこリーグ2部ということで。そもそも日本の女子サッカーリーグは2021年に開幕したプロの WE リーグを筆頭に、アマチュアではなでしこリーグがあります。福岡 J アンクラスは現在なでしこリーグの2部に位置し、一部昇格と WE リーグ参入を目指しているチームなんです。今季は現在2位につけているアンクラス、8戦負けなしで好調を維持し、一部への昇格圏内で奮闘中です。そのアンクラスとはどんなチームなのか、早速練習場を覗かせてもらいました。結構人数もいますよ、はい、Jリーグのチームと同じぐらいの人数はいて、で毎年やっぱり選手の入れ替えもあります。そうなんですか、はい、退団して移籍したり、また新加入が入ってきたりということで、男子にも負けない迫力で練習をするアンクラスの選手たち。中でもアンクラス博士森田さんが注目する選手を教えてもらいました。まず最初にキャプテンの成合ひとみ選手。成合ひとみ選手、はい、リーダーシップがあって、はい、でディフェンダーでは、まあ、守備の要っていうんですけれども、うんうんうん、とにかく判断能力があって頼れる存在ですね。さらに福岡ゆかりの選手も、東歩美選手、福
岡出身なんですけれども、そうなんですね、はい、中盤の選手なんですが、はい、アンクラスの心臓、これからアンクラスをこう担っていく選手かなと思います。アンクラスのエースストライカーにも注目、小山里奈選手です。アンクラスのスピードスターです。とにかく足が速いんですよ。速い。裏への抜き出しとか、前からボールをプレッシャーかけるとか、はい、あの11番面白いって必ず SNS に書いてくれているのが小山選手です。そうなんですね。個性あふれるチームを率いるのが選手に檄を飛ばす川島監督です。一体どんな方なのか、練習が終わったところを直撃しました。アンクラスの立ち上げの際は、まあ、監督が立ち上げたんですけれども、はい、当時代表と選手と監督3つのわらじを履いて、監督がもう女で一つでここまで育て上げたチームなんです。いやいやいや、あの皆さんのお力を借りながらですけど、はい、もうとにかくそのこのアンクラスをなでしこリーグに入れるために日々やってただけなので、その苦労というのはあんまり感じずにやってたんですけど、今あの本当に粘り強く初戦0-6の敗戦から始まって、今負けなしで、で2位まで浮上してきたっていうところは、もう本当にみんなが粘り強くやってくれてる結果だと思うので、第2クールに向けて、もう昇格に向けて行きたいなというふうに思ってます。そんな好調なチームの中でも、監督が一押しの選手がいるということで紹介してくれました。テクニカル部門で。テクニカル部門、すテクニカル部門の須田彩香です。須田選手です、はい、背番号7番須田彩香です。テクニック披露します。お、見せてください、はい、須田選手の得意技とは一体、楽しみです。うまい、すごい、もう体に吸い付くようにボールが、細かいステップでボールが足に吸い付くようなドリブル、予測不能なドリブルは男子でもできる人は少ないと監督は言います。現役の頃の私でもできないっていうので、いやすごいっていう、なんかもう私もこのテクニック欲しかったなっていう、惚れるぐらいの。今後はそのドリブルもそうですけど、苦手なヘディングとかパスとかも自分の武器にできたらいいなって思ってます。小学生みたいな子も大丈夫です。続いての監督一押しの選手は、小柄でもビッグセーブでゴールを死守する浅山美穂選手、はい、自分ちっちゃいんで、ちょっと小柄です。すごい、すごい、158円くらい、あのプロフィールに159って書いてあったんですけど、ちょっとサバ読んでるんですか？でもそんな大きくないんですよね。本当に同じくらいですね。なんで。しかし浅山選手のセービングは体格差を感じさせないんです。その試合でボールが迫ってきたら、あ、怖いですよね。試合やってる時は、まあ、相手見ながらなんで、そんな恐怖心とかはないんで。今後の目標などありますか？今一応上位に食い込んでるんで、一部昇格できるように頑張りたいと思います。頑張ってください。ありがとうございます。応援してます。ありがとうございます。ありがとうございます。次回のアンクラス特集では、練習中とは違う選手や監督の意外な一面や、アマチュアクラブを支える企業とサッカーを続けるための選手たちの取り組みを紹介します。先週アウェーで行われたリーグ戦第11節 YSCC 横浜戦、前半33分、コーナーキックのチャンスを得たギラバンツは野瀬のヒールパスから甲がオーバーヘッド、最後は前川が決めて先制。アウェーまで駆けつけたサポーターも沸きます。しかしその後同点に追いつかれ、勝ち越しを狙いますが、ゴールが遠いギラバンツ、すると
終了間際に PK を決められ悔しい敗戦となってしまいました。そして今週のギラバンツ特集は、お願いします。ギラバンツ在籍10年のレジェンドでミスターギラバンツと呼ばれた池本智樹さんに単独取材。2020年に引退した後の今について語っていただきました。今自分はですねクラブの強化担当というところで働かせてもらってて、スカウト活動だったり新人選手の教育だったりチーム全体で、行っている選手教育っていうところも、やらせてもらいながらいろいろなことを経験させてもらっています。池本さんは今ギラバンツの強化担当としてチームを支える存在になっていました。去年の練習生が打ち決めた理由彼ですか。なんでですか。何した。人がいいんですかね。はい、何した。何もしない。はい、何もしないです。選手時代から大変お世話になったクラブですし、引退するときにも会見で話をさせてもらったんですけど、やはりこのクラブは自分にとって特別なクラブですので本当に幸せなことですし、まあ、同時に、責任感というのもあります。具体的にはどういった仕事をしているかというと、基本的には大学生高校生というカテゴリーの試合を見てこのクラブに合った選手プレーもそうですし、まあ、人間性っていうところもそうですけど、まあ、そういったところをしっかりと見極めて、やってます。ゲームに絡んでたりまたトレーニングで一生懸命プレーしている姿を見ると嬉しいというか我が子のように思ってしまう部分はすごくありますね。実はそんな池本さんがプロデビューを果たしたきっかけもギラバンツの前身クラブでした。2005年20歳の時にギラバンツの前身で当時地域リーグだったニューウェーブ北九州に入団。高校卒業の時にプロ志望だったので J クラブに行けたらよかったんですけど、声がかからず当時の GM をされてた原さん、その方が僕 の中学の恩師でもあって練習だけでも行けいいから参加してって言われていう話をもらったので、本当にニューウェーブ北九州がなければ僕は長い間プロサッカー選手としてプレーできてなかったと本当に思うので。ミスターギラバンツと呼ばれた池本さんも挫折を乗り越えてきた選手だったのです。その後退団して一度は J1 クラブに所属するも2010年にギラバンツに再び入団。2014年にはキャリアハイのシーズン14ゴールを記録。チームの中心選手となっていきました。北九州での一番の思い出っていうのは、一番の思い出はニューウェーブ北九州の時から長く在籍させてもらって一度も昇格というのを自分は在籍している時に経験してないですし、 J3 での優勝 J2 への昇格をした2019年が自分の中では一番の思い出ですね。前年の2018年が J3 で最下位だったんですよね。もう多くの選手が入れ替わって、まあ、今年のように若い選手新卒の選手がたくさん入ってきて不安な思いと絶対巻き返すそういうなんか両方入り混じったそういうなんかこう複雑なスタートだったように思ってますね。そしてチームがいい時も悪い時も経験した池本さんが現役時代に支えとしていたものが熱量熱さだと思ってますね。ニューウェーブ時代の時からもそうですけど一緒に喜ぶっていうそういう原点というか点を決めて勝ってサポーターと選手が喜んでる姿を僕は見てやっぱこれだなっていうのをすごく感じましたし、熱いものがやっぱりクラブとしてつながっていって大きくしていくのかなって思うので、そんな現役時代にニューウェーブ北九州とギラバンツ北九州で記録した103ゴールの中でベストゴールを選んでもらいました。
ベストゴールはですね、引退をした年の、まあ、1ゴールしかしてないんですけど、2020年のホームであった金沢戦ですね。これは僕のシュートっていうよりチームとしてのこの崩しがすごく良かったのがあってこれにしたんですけど、まあ、チームが連動して狙った崩しのゴールだったっていうのもあってすごく気持ちよかったですね。来週も池本さんに思いを聞きます。この後は前半戦で活躍した選手トップ3を発表。ドリブルで突破する姿が素晴らしいと思ったんで、ポジショニングもすごい良くていいなって思うんで。そして1位の選手にはインタビューをしてきました。今シーズンの前半戦で活躍したと思う選手をサポーターや関係者など111人にアンケート。いよいよトップ3の発表。第3位は16番小田選手です。今シーズンから新加入した東福岡高校出身の小田樹選手。滞空時間の長いヘディングを武器に攻守で活躍する左サイドバック。途中から入ってきてた割には本当なんか最初からチームにいるかのような活躍ぶりで本当感動してます。これからも相手のディフェンスしっかり止めてください。よろしくお願いします。続いて第2位は、ボール持った瞬間にこう引きつけられるプレーしてくれるんで、やっぱり今までにないアビスパの攻撃を作ってくれたのかなと思います。まあ、やっぱ1人でチャンスを作れるっていうのは大きいかなと思いますね。こんなこんちゃんです。右サイドからゴールにつながるプレーを随所に見せる、こちらも今シーズン新加入の今野和也選手。鋭いドリブルで切り込み自ら得点を挙げるなど、アビスパの攻撃には欠かせないサイドアタッカー。ダービーでのドリブルの突破がかっこよかったんで今後も期待してます。まあ、どの試合も活躍してくれてるのかなと思います。サッカーをあんまりわからない初心者の方もおーってなるようなプレーが多いです。なんですごく魅力的です。とここで1位の発表の前に番外編。アビスパに馴染みのある3人に前半戦に活躍したと思う選手を選んでいただきました。まずは西スポウェブオットのアビスパ福岡担当向吉三郎記者。うまい選手。アビスパの心臓とも言われる中心選手、ボランチの前博之選手。離脱なく全部出ている。ゴールも決めましたし躍動している。でもちろん守備でも活躍しているというところですね。続いては J リーグ公式映像リポーターの森田美希さん。今野選手です。ドリブルの切り崩しから、また精度の高いキック、あれで得点チャンスを作り、間違いなく今のアビスパの強さ、今野選手の加入によるものだと思っております。最後はアビスパ福岡のスタジアム DJ 信川龍太さん。奈良達樹選手を挙げたいと思います。でここまでチームの中で唯一全試合スタメン、全試合に出場、フル出場、している選手で、そのメンタリティをチーム全体に広げてほしいという期待も込めて奈良達樹選手を推します。そしていよいよ第1位に選ばれたのは、ポジショニングもすごい良くていいなって思うんで、ゴールをすごく決めてくれるんで安心感があります。いいところで決めた湘南戦のゴールとかはめっちゃ盛り上がってたと思うんで。山岸選手、今シーズンチームトップの得点数を記録するアビスパのエースストライカー山岸優也選手。ここぞっていう時にいつもゴール決めてくれる選手で、1位も狙えると思うし、これからもうアビを引っ張っていってくれる選手になると思って山岸選手にしました。ということで1位に選ばれた山岸選手の元へ。またこの感じです。かわいられた感じです。そうなんです、そうなんです。晴れてますね、これ何もやってないから。そんな後で撮んなくていいよ。いいよ、まあいいや。今お風呂上がり来たからです。あ、そうなんですか。先日ですね、サポーターに投票企画をいたしまして、シーズン前半戦で活躍したと思う選手誰ですかっていう、山岸選手1位です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。どうぞ。お、ありがとうございます。
小学校の時にもらったトロフィーに似てる県大会のすごいですね、キックオフ福岡って入ってて前半戦 MVP。 サポーターとね、ありがとうございます。ありがとうございます。どこに飾ってもらえる？実家です。実家に、実家になんか俺像みたいなのがあるんですよそのファンのサポーターからもらったそのいろんなものアルバムとかいろんなあのものとか、あとこういうトロフィーとかユニフォームとか飾ってある場所があって、そこに飾ります。ありがとうございます。それでは今シーズンの前半戦、山岸選手の全ゴールシーンを一気にどうぞ。前半戦は、まあ、いい時はあのチームとしてもリーグ3位とこにいたり、まあ、あの良くない時は試合勝てなかったりという時があったんですけど、まあ、1年を通してのシーズンだと思ってるんで、まあ、後半戦もチーム一丸となって頑張っていきたいので、これからも一緒に戦ってください。ちなみに全投票結果はご覧の通りでした。